ありがとうございます。私の方もお付き合いをいただきますが、今日は剣下社茶屋という、まあ、茶屋という名前がついておりますから、お茶屋さんの話でございますけれど、まあ大阪では随分減りまして、まあ京都なんか行きますと結構ございましてね。でああいうとこ行きますと芸妓さんやら舞妓ちゃんやらいたはりますけれど、あの芸妓さんでも古い人はお姉さんっていうだけではなしに、尊敬を集めてる人は大きいお姉さんってこう言いますな。私この間たまたま行かしていただいた、その2階のお座敷が大きいお姉さんでして、それも相当大きいお姉さん。どれぐらい失礼ですけど、あのお年はおいくつですの？え？いやいや、はんやなしに、お年はおいくつですの？セクハラどっせ。セクハラが裸足で逃げそうな。ちょっとシャレで教えとくんなあれ。今日は贅沢な遊びどっせ。贅沢で姉さんと二人でおるだけでが、何が贅沢ですね。私一人で二十歳が4人どす。これは贅沢させていただいてありがとうございます。まあああいうとこはね、そのやっぱり水商売ですから弦を気にしますな。で弦を気にする人、大阪で昔剣下社ってなことを言うたという、そんな古い話でございますがね、私らでも割とあの弦をこう担いだりする人がいてますな。最近ちょっと飲み屋さんでも、あの何ですわな、する目のことをするっちゅうのが弦悪いっちゅうんで、当たり目ってなことを言うや。で私らでも楽屋で、あのスリッパのことは当たりっぱってこう言うんですよ。であの女性のスリップのことは当たりっぷってこうね、誰も言いませんけど、まあそういうふうにちょっと言霊の国でございますから、言語を気にする人、そういう人必ずいてます。そういう人を権限者とこう言いましたですね。これはそういう意味では、そういう権限者の人が出てくる、そんな話でございまして、暮れから正月にかけての話でございますが、おこれは村上の旦さんやございませんかいな。おおこれは又兵衛さん、いやえらいとこでお目にかかりましたですな。いやいよいよ押し詰まりました。いよいよ明日もう正月やで、しかしまあ旦さんこんな、寒空になんでこんなとこ歩いてありますね。いや違うにゃ、家におったらな、うちのがそのなんじゃがな、おなごしつこて正月の用意をしてて、そのあんさんそこにいてなはると片付けのがちょっともでけへんさかい、あの思ってお店へ出てておくんなれってこないさかい、店へいたら、番頭が帳面広げてこんなことやってるよって、旦さんそこにおられると気になりますさかい、どうぞ奥へ言うて、奥いたら店へ、店へいたら奥へ言うて、とうとう行くとこのうなってんな、こなして寒空うろうろ歩いてますにゃ。そうですかいな。いや世の中にはね似たような話が合わすねんな。いや私もね家におられしめえねえ、というのはね私は借金取りが来ますさかいね、向こうが諦めるまでこなして表うろうろ歩いてますねんけど、旦那ぐらいでしたらいつものようにお茶へ行きあったらどうですの。いやいやそれがな、もう大晦日ということになるとな、いや何言うてありますやな、もう旦さんでございましたらそれはもう大晦日であろうが、もうお盆であろうが、皆福の神が来たちゅって喜んでくれます。何やったらあのいつもの新町のあの店、私あの お供させてもらってもよろしますい。やところがな、ちょっと新町には行けんようなわけがあってな。え、なんぞおましたんか。いや、ちょっとな、シャレが過ぎてな、ちょっと趣向を凝らしすぎたというかな。どんなことはおましたん。いや、あのお前も知ってるやら、あの大門のところにほれ幾代鞭売ってるやろ。であそこのところでこう見てると、職人がうまいことこう泡餅をつくねてはこの餡の上コロコロとこうやると美味しそうな餅ができるんかな。なそれを見ながらふと遊びを思いついてな。どんな遊びですの。いやあのその泡餅をなできるだけ不細工につくねさしてな、
でまあその竹の皮に5つ6つこう包んでもろて、でこれを懐に入れていつものようにお茶屋いたと思いなんな。でその座敷で、でまあ芸者抹茶まあまあ太鼓持ちでわーっとこうな、にぎやかにこうやってたと思いな。でな、わし一人だけこううかん顔してると、旦さんどう遊ばしたんでございます、お顔の色が中さか、いや最前からちょっと腹の調子が悪いねやがなと、そらいけまへんな、なやったらお薬持ってきまよか、医者呼びまよか、いやいやわしのこの腹の痛いのはな、もう出すもんさえ出したらすぐに治りますにゃ言ったら、ああさよか、ほんならまあお調子へご案内中さか、いやいやもう年いってるさか、いっぺん座ると立ち上がるのがまた面倒なで、悪いけどここへおまる持ってきてえなって言ったら、何言ってやんねん旦さん、そんなもんこんなお座敷でそんなことができますかいなって、こないさか、ああそうか、ほんならまあ辛抱するわ言うてな、もう知らん顔してた。ほな皆がまたわわ言うてる、でこっち向いてへんなと思った時にな、持ってきたその竹の皮に包んだ泡餅を一つ足の間にコロンと落とした。それでこうな、なんともないような顔して、あ、ほな、いっぱい飲もうか、ってこう言うたら、ああ、もういけまんのか、もうな、最前も言うたように、わしゃな、出すもんさえ出してしもたら、ああ、どうちゅうことないにゃがな、ってこない言うたら、へえ、ちな顔しとんね。ほんで、しばらくして、せやけど、旦さん最前からお調子へ行きはったようなふうには見えまへんでしたけど、ちゅうさかいな。いや、最前、ここへおまる持ってきてえなちゅうたら、ああそんな座敷でそんなことができますかいなちゅうてお前さんが言うもんやさかいな、今ここでしましたんやがな言うて、スーッと立ち上がるとな、股の間からコロンと落ちてるやろ。ほんなそれ見て、まあ何ちゅうことしなあねん、はよはい持ってきなあれ、雑巾持ってきなあれって、うわあいいよるさかいな、いやいやえらい申し訳ないことをしてしもたな、こんなものは自分のとこから出たもんやよってな、自分で片付けるわ言うて、すまんでパクッとくたったやん。ほんなんなギャー言うてな、もう気の弱い芸者なんかな、座敷の隅で戻しとったで。そこへなあ太鼓持ちの一八っちゅうやつが、まあ旦さん何ちゅうことをしなんねん、ここどこやと思ってなんねん、新八大阪でも一流のお座敷ですよ、こんなとこそんなことする人はおまへんでした、いらそうに大きな声で言うさかい、アホか、わしがそんなことするかい、よう見がえ正体はこれじゃちゅうて見せたら、行参しましたんやな。違うがな、お前はどこまでアホや、そんなもんするわけがないやろ、こらよう見かい泡餅やないかい、なあこういうシャレをして遊んでんねや、ああこの旦さんはそういう遊びしたはんねんなあちゅうのお前空気を読んでやな、ああそういう遊びでございますか、ちなことを自分で腹で思うて、あ旦さんのとこから出たもんでございましたら私がいただきますちゅうて食べるような真似でもしてみな、ああこいつはしゃれた太鼓持ちやなちゅうんでお前のデボチンに百円札ベタッと貼り付けてやんねやちゅうたら、それを先言うてもらわなちゅうたら、そんなもんさっき言うアホがどこにいてねえな言うて、うわーっと笑うてな、しばらくしたら今度はほんまに上手に息となってきた、腹いとなってきてな、で迷惑かけたらいかんと思ってな、わしはスーッとこう立ち上がるとな、ああその今言う一八が「旦さんどちらへ」ちゅうさか、いやちょっと腹痛いんで上手へちゅうたら、もうここでやってしまいなあれ。何を言うとんねん、アホなこと言うにゃないが、こんなとこでできるかいなって、分かってます分かってます、はよここでしなはれってこんな言うてな、わしの後ついてくるんやがな、な、ほんで廊下を長寿の方へ歩いてると言うと、後ろから来て、もう旦さんもう100円やのってもよろしいわ、50円でも30円でも20円でも、あんまりやかましい言うもんやさかいな、長寿の前で今度はな、ほんまもんをコロッと落としてやった。ほなあいつがな、いやー
これありがたいちゅうてな、つまんでここまで持ってきた時のあの顔はそら絵にも筆にも描けなんだな。うわえげつないおもろい遊びしゃありましたんやな。そうやがな。さあそれからな、これが評判になってしもって、新町行くと「わあババの旦さん来はった」新町歩いてるとわあババの旦さん歩いてはるがな、ちなこと言われてもう何が悪うてな、もうあっちは行けんようになってしもったんや。ほんでまあ最近はな南にちょっとな貸し替えてんねん。おおそうですかいな。いや南にまたええのができました。いやいやいやええのんちゅうことはないねんけどな、ちょっとまあ年がいものなあかいらしいなと思うのがな、国鶴っちゅうねんけどな、まだこれな若いねん、お前さん知らんじゃろ。でな早速店を持たしてな、国鶴の鶴中字を取って、こう鶴のやっちゅうねんけどな、この本人は元より親父丼からおかんに至るまでこれが至っての権威者で、はあやべカラス鳴きがどやったら箸がああこけたんがどやとかそんなことばっかり一日中言うとるんでな、でそこへいてな嫌なことを言うとな、その国鶴のここに稲妻がビカビカーと走ってそれ見ながら飲むのが楽しみです。えらいところまで遊びが行きましたですな。そうですかいな。へえ、あそうや、あんた明日体空いてないか。それはもう元日でしたから空いてますけど、ちょっとな悪いけど10人ほど人雇ってもらえんかいな。何しますの。いやあのな、そういう権限者の連中がおるところやよってな、そこへその10人にな、あのソ連の色を何してほしいの。ソ連の色と言いますと、あのその10人にな、あの白装束に麻の紙紙もこれつけて、でこの位牌とかこの白張りとかな、周り道路とかそんなんを持たしてな、葬式の行列を作って、で昼過ぎにな、明日村上の旦さん来てはりますかっちゅうて、わしはさっき言ってるよって、あのメイドからしぶとの迎えがやってまいりましたっちゅうて来てほしい。明日元日でっせ。そんなことしたら頭から煮え湯かけられしめんか。いやいやいや、その辺のところは私の腹に皆ありますよってんな。それで座敷上がってきてんな、嫌なこといっぱい言うてほしいね。ほらビカビカーと光りよるで、そら面白い境な、ぜひともな、頼みますわいな。そらこれ次第で、そっちの方の心配はこれはもう何しますよって、朝やかそんな、なんとか段取りつけますさ、頼みましたで、とえらい相談がまとまりまして、カラスカーで夜が明けますというと新玉の春でございますな。旦那の方は本家の方でこう年収をこう祝いまして、懐へ手を入れますというと、大阪の町を南へ南へ八筋中筋東へ行きますというと、お正月のことでございますから、いつにも増して陽気なことを。正月じゃな、もう引き染めしてんねやな。十二月か、あらええもんじゃな。子供が羽根つきしてるわ、駒回ししてるわ、正月ならではじゃな。ごめん、まあ旦さんえらいお早いお月でございまして、どうぞどうぞどうぞ上がっていただいて、どうぞお座布をあてなして、どうも旧年中はいろいろとお世話になりましてありがとうございました。また国鶴が何かとあれ和光ございますんで、わがままばっかり申しますが、どうぞ今年も、これからもずっと可愛がっていただきますように、よろしくお願いいたしますでございましてございましてございましてございます。行さん礼言うたな。それは礼言うたら損するで。あそらそうとおかん、おあんとこ、今朝方から何もなかったか。何がでございます。いやわしなあれ今朝あれ夢見てな、あれ初夢っちゅうのかな、いやふっと気がついたらな、おまはんとその国鶴が枕元に立ってんねん。おい何してんねんこんなとこでちゅったら、国鶴が
なんさん長い間お世話になりましたですけど、私遠いとこ行かないかんようになりましたんで、後に残りました母親を一つよろしくお願いいたします。言うなりな。えそばの井戸へああ身をドーンと投げてしもって、ほん何すんねえちゅうてると、おまはんが、まあ娘に先立たれて何の楽しみで流れましょうちゅうて、同じように井戸の中へドーンと身を投げたんやけど、何にもなかったか。わしゃ嫌な夢見てな。ああ桑原桑原鶴亀鶴亀、どうぞそういうことを正月からおっしゃいませんように、一つよろしくお願いいたします。あだだなんでございます、あの夢は酒夢とこう申しますんで。あ酒夢酒夢な、夢の中でもな、あ国鶴が先やったけど、ほんまはおまはんが先に飛び込む。ああ桑原桑原桑原、どうぞ今年はもう旦さんそういう遊びをあのなさいませんようにお願いいたしますでございまして、で親父どもは新年早々の礼に参っております。それか。いやそれでございます。早々の礼でございます。略したらそう礼やないかいな。え何を言うてんねんな。ほんで国鶴は今あの2階で身支度を身をしもうたんか。いや身はしもうてしめ、身支度でございます。今髪を下ろしてるか。下ろさしません。国鶴はよ降りといなあらんかいな。あんたが遅いもんやさかい、旦さんが嫌なことばっかりおっしゃるやないか。はよ降りといなあれ。はーいと2階で返事がします。スーッと降りてまいりました国鶴さん。まあ綺麗でございますな。正月のことでございますから、もう一段と綺麗に髪を結い上げまして、春着でございます。チーンとこう旦さんの前へ座ると言うと、旦さんどうも明けましておめでとうございます、本年もどうぞよろしくお願いいたします。うわ綺麗なな、あでやかあでやかな、大阪中の春がここへ集まったとこういうことやな。な早速2階へ上がらしてもらおうか。まあ何も飾りつけてもできてしまえねえけど、どうぞ上がっとくんなあれ。もう蓬莱に松竹梅やら結構なこっちゃな。あれこの短冊掛けこれ変えたんか。あの錆田の先生がうちのお父っつぁんの林松右衛門という名前を織り込んで、あの歌を作ってくれはりまして、句が載ってますにゃわ。ああそうかいな。錆田の先生けったいな句を作ったな。喉が鳴るか。いえ喉か鳴るです。そうか、喉が鳴る林にかかる松右衛門。違いますがな、のどかなるは林にかかる松右衛門ですがな、林にかかるですがな。林にかかると違うか。よう、そんなえげつないことおっしゃいますわ。もう今年はそんなこと言わんといとくんなれ。お母ちゃんもうこの短冊早下ろしてしまいなあれ。もうどこでやっとくんなれ。正月から大きな声出すにはないがな、もう。もう遅かってんな言うたって。ほな、まあこれお正月でさが形だけどうぞお一つ。なんやな、これ。なんや。塗装です。土蔵か。塗装。ああ塗装か。こら冷ややな、こら薬酒やで。わしゃこういうもんよりやっぱり熱燗の方がええな。そうですか。お母ちゃん熱いのお願いします。あ来ました来ました来ました。へあ旦さんどうぞ。おお前呼ばれようか。いやわしゃ熱いのええにゃ。わしが言うた栄えてこない熱うせいでもええやないかいな。これお前急に火で燗して火燗したんと違うか。そんなことしますかいな。ちゃんとお湯で燗しました。ほな勇敢やな。なんでそんな嫌なこと言い張りますの。いやまあ気にしないな。そうかいな。これどうぞ食べとくなれ。これなんやな。お重です。ああそうかいな。わうわあ結構やな。蓋を取ると行さん死に目が見し目。見し目か。そうか見し目か死に目かと思った。この黒い布なんやな。黒豆です。苦労が多いねんな。これは数の子貧乏人の子だくさんかな。これは何やな。それは根巻きですがな。根巻きか。根巻きって何ですの。棺桶巻いたら綺麗やないか。
やっぱりカンマキや、中から死人が顔出しとる。ニシンです。もう嫌やわ、こんな、なんでお正月からそんなことばっかり言いやりますの。もうそんな、やいや言いないな。正月なんてな、門松は冥土の旅の一里塚ちゅうてな、めでたくもありめでたくもなしちゅうねやがな。なうん、そっかって、もうほな、あのいつものよったりさん呼んだけどよろしいですか。ああ、知らしたり知らしたり、ああ早い方がええで、電報で知らしたり。なんで電報ですねん。しばらくいたしますというと、ああこの呼ばれました、よったりの、この法要がやってまいりますな。まあ旦さん、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。うわあでやかやな。株の菩薩の色比べちゅうとこや。結構結構。今日はもう何でもええ、どんどん好きなもんやってくれたらええねんで、と今までなんですな、陰気やったこの座敷がちいと陽気になりかけたところへ、昨日約束をいたしました。又兵衛さんが10人の総連の行列を連れてやってまいりました。確かな、八筋中筋東入ったとこはここここここ、今日だけはな、店間違ったらどえらい目に遭うさかいな。ここや、ここに違いないわ。すまへん。はい。村上の旦さん来てありますかいな。2階で遊んではりますけど。あ、えらいすまへんねんけど、あのメイドからしぶとが迎えに来たっちゅうて言うとくんなれ。ちょっと待っとくんなれや。旦さんも旦さんならお知り合いもお知り合いや。旦さん、おどないしたんやおかん。あの今下にメイドからしぶとが迎えにやってまいりました。お母ちゃまでそんなこと言ってどないすんの。いやいやいや、それなわしの知り合いやねん。そんな知り合いがありますかいな。あんにゃがな、これがな、京都に三重道中のあってな、そこのな渋谷東衛門ちゅうてな、それを略したらメイドのしぶと言うてみなで言うて、そんな略してどないしますんや。上がってもて上がってもて、いやーどうどうさん、えらい遅なりまして、えらいすんまへんど。いや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 、ご苦労やったな、待ってたんやな。で、あの他の連中はどないしてん。あの下で皆あの行列、総連の行列して待っておりますんで。ああそうか、おかん悪いけどな、あのまた明日悪いよってな、あの茶碗酒でええさかい、冷やでええさかい、バーッと皆にな、あ振るもうて、ほいでな、あのあては銘とな油揚げでええわ、ほいでな、あの握り飯をな三角にこうしてな、あごまつけんとな、あ皆にやってんか。いいよいいよ、葬式やがな、ほんまに。えらいことになってきた。ああそれからな、ここにいてる連中、これ南のな、まあ今売り出しの芸者ばっかりや、名前だけでも覚えたってんかな。ここにいてんのは一両に縛りようや。もうそうでっかいの。へえ、芸者もな、つける名前がのなったらええかげんな名前つけまんねんな。生き量に死に量でか。一両半に縛りょう半です。えらい声で怒りはりまんねんな。でこちらのお方は、こちらの、おうおう、この二人はな、これはな、なんじゃで、あの、鶴松にな、小伝や。ほう、死ぬ松に小伝はんでか。小伝ちゃんです。まあ、えらい大きな声で、これはどちらさんですの。お、これがな、わしがこのとこ可愛がってるな。まだ鼻垂れ芸者やけどな、国鶴っちゅうね。はあ、鼻も垂れまっしゃろ。首鶴でっか。首鶴です。もう2階はえらい騒動でございますな。1階の方ではおかんが、なんでこんな目に遭わされないか、はよ親父丼だけでも帰ってってくれんかいなと火鉢の前でこう泣いておりますな。そこへちょうど通りかかったのが、この南の太鼓持ちで重八という男で、あれどうしたんや、それね、それの行列出てくで、誰が死んだよ、え国鶴姉さん、それやったら鍵盤からすぐに知らせがあるけどな。ああ、おかん泣いてる。親父丼か。親父丼ゆうべ風呂でおったな。風呂でおても今朝死ねんことないしな。えらいこっちゃな。おかん、どう、明けましておめでとうございますと言いたいとこやけど、ごしょ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 ごしょ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 、何
何を言うててんな、しげやん。違うにゃがな。これ、村上の旦さんのシャレやがな。遊び。え？この行列も、村上の旦さんのシャレ、遊び。きつい遊びしまんな。そうでっか。いや、やりかねんな。のせ。そらそれぐらいのことはやります。いえ心配しないな、私がね今から座敷行ってね、空気ガラッと変えてきますさ。トントントンと2階上がってまいりました。いやーどうも皆さん、いやー明けましておめでとうございます。いやー旦さん、いやー9年中はいろいろお世話になりまして、弟子にまで年玉を賜りまして誠にありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。クリツ姉さんどうも、あ明けましておめでとうございます。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 あこちらの旦さんどうも初めてお目にかかります。私南の太鼓持ちでしげ八というもんでございます。どうぞお見知りおきをいただきまして、可愛がっていただきますようによろしくお願いいたします。どうも皆さんおめでとうございます。しげ太鼓持ちっちゅうのはえらい見識やな。え知らせもせん呼びもせん座敷へ急に上がってきて、めでたいめでたい。私はいつも言うてましたろ、人はどこでどうなりゃわからん。今この国ずると悲しい別れの杯をしてますにゃ、そこへ上がってきてめでたいめでたい。え何がめでたい。お前みたいな空気の読めんそういう太鼓持ちは、ああこれからひいきにせん、とっとと消え去らせ。うわー仕事と思ったんですな。シェーと降りてまいりまして、どこで用意いたしましたのか、しばらくいたしますというと京片べらに身を包みまして、おでこのところにこの重安さん三角のこんな綺麗をつけましてね、ここやったらややこしいんですが、ここへつけまして首からはズタ袋でございます。手に小さい位牌を持って上がってまいりまして、旦那どう先ほどはご無礼いたしました。いや正月から旦さんをしくじるようではろくな孫やないと思いまして、私名前を変えさせていただきます。重八改め死に恥と変えさせていただきます。とんし玉の憂いに参りました。これは心ばかりの位牌でございます。うん、ひねは後から弾けるというが、なんじゃ面白いこと言うとるな。え？ああ、しげ八改め死に恥。おう、年玉のお礼がとんし玉の憂い。心ばかりの祝いを心ばかりの位牌。できた。面白い。これからもひいきにしてやるぞ。そりゃご機嫌が治りましたか。こらめでたいとまたしくじった。